演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーのクラッカー3種類を食べたいと思います。食べやりましたね。これ塩気系なんですよね。たまにはこういうのもいいかなと思って食べました。それではまずこちらのサンライズクラッカーからいただきたいと思います。サンライズ、日の出ですよね。まあ、なんかこれ聞いてガンダムとか思い浮かべる人も多そうですけど、全然この中からガンダムが出てきますよね。これ小分け系です。中身はこんな感じです。いつとかの時点ですよね。こんな感じで、おっ、飾りだな。ではいただきます。確かにここに書いてあるようにほんのり塩気はあったんですけど、書かれてる結構厚みあったような気がします。結構そんなリップとかと比べるとサクサクできるので、ちょっとパキッパキッていくような、そんな感じなので、ちょっとおやつというよりはお家に書いてある通り朝食向けかなと思いました。まあ美味しくはなくて何にでも合いそうです。では次はこちら、オニオン風味フォレストクラッカーを食べてみたいと思います。こちらはこんな感じですね。クラッカーって色が多いのかな。さっきのに比べるとちょっと色がありますね。ではいただきます。先ほどのサンライズクラッカーに比べるとこっちの方がサクサクとしていて、なお中にたまにオニオンとかあるじゃないですか。たまにあのオニオンスープの味ですね。甘めな感じで、それが口の中にふわっと広がっていってとても美味しかったです。おやつや朝食どちらに合うのはこちらの方かもしれません。ただ玉ねぎがダメな方は、まあ、そもそも買わないか。あ、でもそういう方でも美味しく食べられるかもしれません。ではもうたっぷりですね。これはどういうクラッカーなの。一つあたりはさっきまでのものに比べると小さめな印象がありますけど、ちょっとギザギザしてますね。尖ってるってことなのかな。なんか割ってくださいって言わんばかりの割れ目とか見えます。はい、ではお望み通り割ってみました。断面はあまりわからない。ではいただきます。ジャムとかチーズとかケチャップとかヨーグルトとかそういうのが欲しくなってきますね。もちろんこのままでも美味しいんですけどね。最初に食べたサンライズクラッカーと同様に塩気のあるだけのシンプルなものなのですが、こちらの方がより軽いですね。なのでちょっと食べたいときにはこちらの方が断然向いていると思います。反対にもっとしっかり歯ごたえを味わいたいということは最初のサンライズクラッカーの方がいいですね。そしてこちらは量も多いのでパーティーに持って行ったり少しずつ食べたりするのもいいねかもしれませんね。というよりそれはもともとどう考えてもそっちの用途で作られてますよね。こんな一気に食べるやつ入れようって感じだよな。で今回3種類のクラッカーを食べたわけですが、自分の中では一番3、2がこちらですね。もうちょっと軽い方が良かったかな。シンプルだった。なんか味がなくてただ厚みだけがあるとなるとがありました。まあジャムとかチーズとかつければいいんでしょうけど、でもそのままで食べてみたい気もするんですよね、こういうの。そして
その次がこちら。こちらの方がより軽いのと、あと量が多いので、先ほど言ったような応用も効きやすい量でこちらの点数とさせていただきます。そしてもちろんもう残る一つしかありませんけど、今回の一番のお気に入りはこちらのフォレストクラッカーオニオン風味です。玉ねぎの甘みが程よく出ていて、飽きずに最後まで食べることができました。まあ途中、ここに2つは途中で飽きてたわけではないんですけどね。というわけで今回最高位のこちらの点数とさせていただきます。こういう塩気の甘みとは甘みとは違った美味しさがあっていいですね。それでは雪だるま、人形なるかな、春なのに春でも溶けない雪だるまって、まあ人形なんでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。